はい、皆さんこんにちは、ムービー作家のソルカです。今日は後半戦をやってきました。イエーイ。前半戦グダグダだね。キュッとチャンスは来たかな。キラチャンス来た。キラつけは5枚台だからね。ダメだった。このキラつけね、まあ前半のあれだけど、まあね、出なかったね。後半出ると思う？後半、まあ出るんですよ。結果は後半だから。うん、知ってるけどね。で、あと当たりも出るんですよ。はい。ただ、いくらかかったかっていう。うん。そこだけ？結構、まあ台も変わったりしたからね。うん。どうなの？何が大変だったか。まあそれはね、感想はじゃあエンディングで。はい。それじゃあ、どうぞ。今、18回。1800円分です。でこれ1700円分です。でちょっともう、あれなので、禁断の技を使ってみようかなと。どの技ですか？禁断の技をやります。はい、下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 、ストップ。BHK を買う。これをやってみよう。初めてやるかもしれない。もしかしたら振り付けを買う。もし謎の工事すごいたやつだ。あ、違う、あ、これがいいね。これにしよう。それ何とかチームサイレンマン。え、ドレッシングパフェ。あ、ドレッシングパフェか。うん、ドレッシングパフェ。プリパラのやつ。あ、プリパラのやつ。そうだよ、少しプリパラやってたからわかる。全然やってない。そうだよ。これ17枚目、出ない。あ、来た。はい。さあ、結局、10? お、それじゃん。あ、いいね。変な帽子も入れなかったです。持ってる。全部持ってるよ。じゃあ、これでいいか。あ、これでいいよね。うん、いいよ。それでも拾うよ。いつ当たりが出るのか。いや、待たせないんだ。まあ、今ちょっとね、やり始めたばっかり。トラカと同じことやってます。出ない、マジで。難しくない？5回目です。で、この曲なんでちょっとカットしますが、トラカはこの曲でやります。はい、どうぞ。おかげで1月チャンネルが結構揃ってきたコードが。で、その前にやったプリパラからのね、ドレッシングなんだっけ、パフェのコードで。しばらくプリパラやんなくていいんじゃないっていう。さあ、今6回目やってきて、5回目か、やってる時にキラつけ、やめや、キラつけちゃんと、キラつけ、おお、よかったね、キラつけ。でも5枚買いするんだけど。え、なんでさ、横
難しくない。え、ご堪能仕方がダメなんだよ。あ、すごい。これが欲しい。これが欲しいな。カーボーイでもいいよ。カーボーイの上でもいい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 。これでしょ。これでしょ。カーボーイかっこいいじゃん、カーボーイ。気をつけて。見たいよ。気をつけ。当たり。当たり。入ってないよ。ないよ。じゃあまた恒例の狛江がいい。絶対気をつけなわけないよ。これ欲しい。これ。あ、このシリーズ欲しいね。これ可愛いじゃん、これ。ね、ここへ転がし、これかな。あれもスカートでしょ。そう。いや、お祭りの。白いよ、白くかわいい。なんだ、持ってる感じじゃないじゃないか。その変な、へんとこりんな帽子にしよう。その帽子よ、へんとこりんな帽子。すごいすごい、出た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 、クマ、クマが出た時はクマだよ。これ、いや、クマです、クマです。なんで、持ってんじゃん。これもフォークもナイフも持ってんじゃん。クマです。またクマでいいじゃん。あ、これいい、これいい、これかわいい。それしよう、これかわいい。ほら出ろ、ほら見ろ、スーパーレア出たじゃないかよ。出たことのない。これでいいの？え？当たり出るってことは。こっからだから、もうこっから出ますよ。見て、31枚目で。うわぁ。出るかな。おー、キラチキが出た。これ嬉しいよ。買える？買えない。あー、買えようか。いじってください。もうそれいいです。あ、じゃあそれ行こう。それ行こう。これ？いや。え？あ、それ。またすげえ変わるな。そうだよ。それ。それ。パッチリパッチリ。メガネなし。最初ヤンキーじゃなかったっけ。最初ヤンキーからこんな可愛い姿になっちゃった。いいよ、はい、それに行こう。なあ、なあ、父ちゃんと同じじゃないか。まあ、ここからですよ、5枚。これかな、これでいい。はい、これかな。はい、これでいい。じゃあ、これかな。はい、これでいい。この黄色いの持ってないよね、スカート。
ター読んだの。うん、特徴あるけど。あ、これだよ。あ、じゃあそれ行きましょう。なんでかき、それかき氷みたいなの。違う、ルーティックスター、ルーティックスター、グループ決まったよ、これだよ。かき氷みたいなの、その頭ね。かき氷じゃない。かき氷だよ。見えない。今6回目です。次何回目だっけ。忘れちゃったよ。忘れちゃったよ。やっと出たやっと出た。おめでとう。おめでとう。はい。やっと出ました。おめでとう。2枚目に出たよ。え ?2 枚目に出た。黒川さん、見せてください。はい、当たった。やっと出ましたよ。じゃあ、行きましょう。はい。今日も。今回も長かったです、この旅は。はい。まあやっぱりね、前半、後半、本当は3部作ぐらいだといいんじゃない。3部作ってね、もう当分クリちゃんやんなくていいんじゃないですか。そうすると、そうするとですね、視聴者さんが最近クリちゃん出さないですねって言われちゃうんで、言っていただけるので、トラコを待ってる方がいる。じゃあ、お姉さんにお願いします。出してください。はい、ありがとうございます。美味しい。はい。猫占い師。うん、猫占い師のやつだ。猫占い師、はい。これかわいい。やりました。すごちゃんの好きな。じゃあ次はそれやってみましょう。はい。はい。はい、終わりました。さ、前回は前回もそう、3年目で終わったんだ、うん、今回、1回多いんだよ、うん、もうさ、チケット買うだけにシャリシャリやっちゃったりさ、うん、でも、キラチケは2回出たよね。キラチケ出たね。お、3回だっけ。キラチケは2回じゃなかった。ちょっとね、動画見てみないと、うん、掘り起こして、見てみる、はい、はい、で、まあ、メルティックスターキラチケのペド頭は出たね。あれでしょ、かき氷みたいな。最近さ、かき氷とキラチケとか言ってんだよね。おかしいよ。なんで？いいじゃん、かき氷。ダメだよ。かき氷キラチケはダメだって。いいじゃん、かき氷キラチケ見てるよね。まあでもね、当たり出ましたんで。で、またすぐあるんですよ、当たり。1月の19から9から、あれ、ブルーティックスターキラチワンピの当たりが始まる。あ、超やってることは私知りませんでした。何も知らなかった。今日から当たり聞いてないよ。今日から当たりってあれ、モーリーファンタジー限定のやつもね。そうだよ。ね、また十分したら、まあ闇が深いということで、はい、皆さんもほどほどに、はい、お願いします。いいですけどね。うん。闇が深いですよ。はい。で、うん、今度の方は前と変わらないんだよね、当たりのパッケージ。パッケージというか、当たりの絵はどうなんだろうね、やってみないとわかんないからね。あ、でも今度のはどこでも手に入るやつだよ。あ、そうなの。だって、今日出したのは限定だから。あ、今度はじゃあ全体でやるやつね。全体でどうなんだろう。多分やれるやつ。本当、わかった感じがする。え、だってこの前さ、モーリーじゃないところに行ってもあったもん。あ、そうだね、そうだね。うん、頑張りましょう。はい、じゃあ最後、もしこの動画が良ければチャンネル登録と、いいねボタン、Twitter、Instagram、TikTok よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、はい、それでは、せーの、オッケー、バイバーイ。